新郎篠原修司、あなたは日の香りを妻とし、辞める時も健やかなる時も変わることのない永遠の愛を誓いますか？新郎。はい、誓います。新婦日の香り、あなたは篠原修司を夫とし、辞めるときまた健やかなるとき変わることのない永遠の愛を誓いますか？はい、誓います。それではここで誓いのキスをしていただくこととなります。はい、ではここでキスを交わした後、そちらの結婚証明書に署名をしていただくこととなります。こんにちは。4年ぶりですね、神父さん。私は神父ではなくて牧師ですよ。あ、そうでしたか。今日も暑くなりそうですね。そうですね。室内にしてよかったかもしれませんね。年配の人は辛いだろうから。あの時は都心のガーデンチャペルでしたね。ええ、あの日も素晴らしい天気でした。まさか同じ方に。先週のカウンセリングでは互いに知らないふりをするものだと思ってましたが。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、はじめまして。よろしくお願いします。滑稽でしょうか。え、同じような青空の下、神父さんと新郎は同じ花嫁だけが違う。どうかされました？いえ、大丈夫です。俺ちょっとおかしいです。バリッジブルーですか？どうして俺は永遠の愛を人生で二度も誓うのでしょう。カウンセリングではそんなことおっしゃらなかった。言えるわけないでしょ。一組一組特別な言葉で祝福するためのカウンセリングです。納得のいく言葉を選ぶことも。え、じゃあ永遠とはいかないまでもそれなりに努力しましょうと。でも失礼いたします。どうしました？あのご新郎様、ご神父様が、香織様がドレスの着付けの最中にいなくなってしまいました。では本当にご神父様はこちらの扉からは出てらっしゃらないということでございますか？はい、私はずっとここにおりましたが、お見かけしておりません。間違いありません。か
ーデンチャペルの方にも行っていないということでしたので。とにかくご神父様はまだこの城内のいずれかの部屋にいらっしゃるはずですので、あのご親族の方々が到着されるまでには何としても我々で探し出しますので、では参りましょう。では岸田さん、私と一緒に2階の方から滝の方へ。どうですか？いませんね。俺のせいです。前の妻がいなくなってからずっとビビってました。誓いって何なのか、本当に信じていいのか、今日まで引きずってしまって。それでも代わりはずっと待っててくれたのに。とりあえず今は一刻も早く探しましょう。また本当に逃げられては取り返しがつかない。あとは五重の塔はまだ誰も行っていないはずです。それで本当に逃げるつもりですか、花嫁さん。まさかこの服は隠れるのには向いてませんね。ええ、人生で一番人の祝福を受けるためのドレスです。そんな狭いところに収まるはずがない。どうして黙っていてくれたんですか？逃げる花嫁を見るのはこれで2回目ですから、少しお話をしたくて。そう、私以外にもいたんですね。はい、ずいぶん昔にね。あ、ご
ご神父様、あ、よかった、よかった。ちょっと、もうどこに行ってらっしゃったんですか。本当にごめんなさい。ご新郎様は、ああ、塔の方を探していると思います。じゃあ、早くお知らせして差し上げないと。館内放送を。はい。では、失礼いたします。あ、ちょっと待ってください。香織、香織、どうしてこんなこと。逃げたらどうするかなって、ちょっとしたいたずらです。そんな子供みたいな。ごめんなさい。でも子供なのお互い様です。いまだに私のことが信じられないなんて。私は前の奥さんとは違うのに。私がいなくなってもすぐ諦めそうでしょ。さっきまではそうでしたね。で、結果どうでしたか、彼は。頼むよ、お願いだから。俺お前いないとダメなんだよ。私もあのくらい伝えることができればよかったな。牧師様。そうだ、彼に後で教えてあげてください。牧師はね、神父と違って結婚ができるということ、もちろん離婚も。OK でしょうか。いえ、少しも。シェージー、ご案内申し上げます。篠原様、篠原修司様、日野香織様よりご伝言です。新郎篠原修司、あなたは日野香織を妻とし、辞める時も健やかなる時も変わることのない永遠の愛を誓いますか。誓います、誓います。